熱海駅にやってきました。熱海後楽園ホテルというホテルなんですけども、もう熱海の海が一望できる素晴らしいホテルなので、うわすごい景色。花輪チャンネル、どうも花輪でございます。そして、元気くん、勝利、りゅうちゃん、はい、そしてりゅうちゃんの友達の木村くんです。はい、熱海駅にやってきました。やった。はい、ということで今日は熱海のですね素晴らしい、温泉に入りたいなということでございますけども、今日行くホテルがですね熱海後楽園ホテルというホテルなんですけども、なんとですね僕が大好きなジャイアンツの納会とかがですね行われているホテルでして、ちょっと有名なホテルなんですけども、もう熱海の海が一望できる素晴らしいホテルなので、そちらちょっと泊まって、今日は美味しいビュッフェをいただきたいと思います。ビュッフェということで行きましょうかね。はい、花輪チャンネル、藤掛さんよろしくお願いします。お世話になります。すいません、熱海後楽園ホテルの藤掛さんが今回はお迎え来ていただきましてありがとうございます。やっぱ今一番忙しい時期ですね。春休みなんで。そうですね。はい、りゅうちゃんが実は初めてです。前回元気と勝利と一緒来たんだよな。めっちゃすごかった。あそこそうだね。ゆうまくんも熱海初めてですね。いや熱海はほんといいですよね。今回は勝利の卒業、そして元気の卒業、ゆうまくんも卒業ということで、卒業旅行というね感じで熱海です。さあもう着きますけど、うわすげえ、うわすげえ。タワー館はもうあれ何年になるんですか？26年なんですけども、今日ですね、我々が泊まるところはその横のアクアスクエアという、これ新しくできたんですよね。そうですね。こちらに今日は泊まりますので楽しみだな。おい来た。はい、ありがとうございます。花輪チャンネル、ここがさっきのタワー館なんですよ。なるほど。アクアスケアは向こう側なんで、あそこにこっちに移動します。ここからが、ここがアクアスケアね。見てこれ、うわすごい。すげえ。これが新館ですね。すごい、ここおしゃれですね。この部屋をちょっと見ましょう。行きますよ。はい、めっちゃ綺麗。うわすげえ。うわ、すごい。綺麗だ。うわすごい。気持ちいい。うわ気持ちいい。すごいな。すごい景色。うわ気持ちいい。この熱海のさ、砂漠とかの景色最高だよね。これまた夜になると全然変わってまた絶景になるんでね。静かでいいですね。ねえ、いいね。今日はみんな泊まれますんで。花輪チャンネル、今から夕食ですね。ビュッフェです。はい、はい、こっちです。すいません、お願いします。ここのビュッフェすごい人気で、もう好きなものをそれぞれ取ってきて、これ食べましょう。食べれる量にしてくださいね。いいですよ、勝利君。それでは行きましょう。持ってきましょう。刺身あるよ、刺身が。おいしそうですね。いやすごい。うわ、そばもあるんだ。そばどっか。これうどん。うどんなんだ。黒豆うどん。これうどんなんだ。富士宮焼きそばだって。富士宮焼きそばだって高いかな。富士宮焼きそばね。これはどんだい。ステーキ、あ、ステーキカットしてもらおうかな。いいですか、お願いします。すげー、ローストビーフ。ありがとうございます。ありがとうございます。これ黒いんだけど、これがね有名なんだよね、この黒いはんぺん。うわ、美味しそう。うまそう。花輪チャンネル。それではいただきましょうかね。勝利くんお願いします。いただきます。はい、いただきます。どうぞ食べてください。冷たい。はーい。うまっ、うん、うまい。これさ、うん、何これ？それね、静岡はんぺんって言うんです。静岡のはんぺんはね、黒いんですよ。うん、うまっ。何これ？元気。マグロすごい取ってんだよ、お前刺身。どう？マグロうまっ。マグロうまい。めっちゃ美味しい。うまいね。いいですね。おしゃれだ。これ何このセンスやばいな。お寿司もあります。お寿司いただこうね。いきます。うまっ。これがローストビーフ。もうね、目の前で切ってくれたローストビーフ。ローストビーフうまっ。おいしい。うまっ。やばっ。うまい。どう？カレー。カレーも大人気らしいよ。うまっ。めちゃくちゃうまいぞ、カレー。うまっ。これが富士宮焼きそば。B 級グランプリ殿堂入りしてる。うん、うまっ。やばいね。うまい。うまい。静岡おでんで食べたことある？静岡おでん。そんな黒いんだよ。うまっ。うまい。このすり身がめっちゃうまいね。そしてこれが黒豆うどん。あ、美味しいね。ほんとだ。なんかそばみたいな感じかと思ったら全然やっぱうどんだ。そばやん。そばやん。うどんだよね。そばじゃない。うめえなあ。すごいな。人気な理由が分かりますね。これ好きなもの食べれるからいいでしょ。すごいですね。やばいんだよ。楽しいね。楽しいし。際の新鮮だよ、本当に。肉いいですよ、バイキングだと。うん。種類も多いし。うん。じゃあちょっと、飲み物もここで頼めるから。熱海レモンってなんだろう。熱海レモン。うん。いろいろあるよ。すっげえある。熱海レモンにしよう。熱海レモンって何ですか？熱海にレモンを力入れてるので、結構熱海レモンのお菓子だったりとか、熱海レモンのドリンクっていうのは、はい、熱海エリアに来たりとか、自分たちでやるんだったら、あ、これいいね、緑茶、ビールにして、うまい、何これ、ピニャコラータ、これ、カップルとかで一緒に飲む、そうね、なんか日本酒で。じゃあ、とりあえず乾杯しましょう。もう結構食事食べちゃったけど、はい、乾杯。うまっ。美味しい。美味しいです。ジェラートね。ここの風和っていうところも大人気なんですけど、ちょっとね風和はですね、俺が一人で。ちょっと入って、これ取材許可いただいて取ってきてますので、そちらご覧ください。こんな感じです。いやーもう最高です。こちらがですね、オーシャンスパフーアといって、もう大人気のお風呂なんですけども、まあ、5種類の、ね、お風呂がありますけども、一番人気はやはりこの露天のこの太刀湯ですね。ここがほら、熱海の街並みがこう一望できる、最高なんですね。ちょっと今日ねあいにくの天気ですけれどもね、また夜はあそこがもう夜景の感じがまた最高なんですけど、やはりこう今ちょっとね、いろんな高級ホテルでもねこういう形のものありますけども、この水平線と一体型のインフィニティ風呂ね、まさにこれ海の中に入ってるような形で、これ本当にすごいよ。これがもうね気持ちがいいですね。海と一体型のこの露天風呂、立ち湯でございますね。で他のお風呂もなんかいろいろこだわった、例えば水素泉があったりとか、サウナもめちゃくちゃ大きいですし、もう最高です。このオーシャンスパ風は大人気でございまして、このお風呂も入れるということで、ちょっと今日あいにくの天気なんで、天気がいい時の、感じはこんな感じなんですね。はい。ぜひとちょっとお風呂を紹介したかったんで、今日は早速許可いただいてね、お風呂紹介させていただきました。はい、それでは食事シーンに戻りたいと思います。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、今日は熱海後楽園ホテルアクアスクエアね。新しくできましたアクアスクエアでご紹介しましたこのビュッフェ、大人気でございます。日帰りでもお風呂も入れて、そしてこのビュッフェも、食べれるという、最高ですね。どうですか、正直嬉しい意味わかんないですということでございましたね。はい、まだまだ第2弾いっちゃっていいですかね。はい、ということでございます。皆さんもぜひともね、遊びに来てはいかがでしょうか。ということでして、木村君もありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、まだまだ食べますけれども、はい、お疲れ様でした。おっす。今話題のこちらのカードゲーム、カタカナーシというですね。シェア。いや、これだけでしょ。スタンスでこれを入るの？あんまきり言って。